この弾丸で。ハイトカセ。わからない。二人で同時に攻撃するとき、どこに撃つかどうやって決めるの？簡単よ。彼に当てるつもりで撃つの。ちょっといいかね。上出来だったかしら。ああ、我々を褒めたたえる詩を読みたくなる程度にね。いいわね。でもそれはまた次の機会にとっておきましょう。うん。では遂行を重ねておくこととしよう。止めるぞ。ただ、こっちこっち。ハンマー。あの技は強力なのはいいが、寒いのがたまにきっつ。自分の技なのに寒いの？キサラは寒いの苦手だからね。敵を倒すためならこれ式アクション。私たちにかかれば。キサラ寒がりだもんね。というか意外と可愛いくしゃみ。意外とはな。ああ、フルル温めてあげて。これで終わりだ。お互いを信じるから今みたいな技ができるの。ん？ああ、そうだ。いわば俺とシオンの絆の証だ。それはそうなんだけど、そう堂々と言われるとちょっと。今回も勝つことができたな。ありがとうシオン。お、大げさよ。それを言うなら私だって。すまない、声が小さくてよく聞こえないんだが。こちらこそありがとうって言ったの。あ、決めてやる。精霊力全開。いっけー。ありがとうリーメル、あなたがいてこそよ。こちらこそ。言葉にしてくれるのって嬉しいね。そうよね。じゃあもっと言うようにするわね。う、て、照れくさいし。ほどほどにして。今の連携がうまくいったわね。さすがシオンと私だね。そうね、さらに磨きをかけましょう。うん、頑張ろう。行って砕けろ。あなたのおかげよキサラ、うまくいったわね。ああ、シオンとの連携は体が迷いなく動く。私も同じよ。これからも協力していきましょう。うん、私たちの力見せつけてやろう。よし、鎧は問題ないな。盾は。何をしてるの？戦った後の装備の確認ね。私もするけど、キサラは仕事柄特に念入りなの。大切なものを大事に。うん、わかる。ライフ！今の連携最高だったんじゃないか。いや、すまない、一瞬俺の切り込みが遅れてしまった。よし、なら今夜は特訓だ。二人で精度を高めようぜ。ちょっと、また野営場所を壊さないでよ。二人とも鏡みたいに同じ動きだった。ま、なんてのは俺とアルフェンの友情の勝利っていうか。鍛錬と何より仲間を信じること、言うほど難しい理屈じゃない。私には難しい。決めたい。精霊力を叩き込む。うん、上手に追われたね。精霊力をあんな風に操れるんだ。リンウェルの右に出る者はそういないだろうな。よし、さすがリンウェル、今回も決まったな。うん、やったね。アルフェンこそさすがだよ。うんうん、攻撃のタイミングもバッチリだったよな。そうだね。うて、なんでローが参加してくるの？ビオハリム、ジェネシック、オレオーラム。我らの精霊術にかかればこともなし。その通り。精霊術の掛け合わせってビカビカっと派手でいいよな。
君にかかると精霊術も花火か何かのように思えるな。精霊術の掛け合わせなんてできるんだ。属性を除けば精霊術自体にレナもダナも違いがあるわけではないからな。そういうこと。やる気さえあればいろんな可能性が開けるんだよ。可能性、属性の組み合わせ。そろそろ終わらせるぞ。動きを止める。息の根止める。キサラが動きを止めてくれたから目一杯蹴り倒せるぜ。お役に立ててよかったよ。ああでも時々キサラの上を飛び越えるときに頭蹴っちまわねえかなって思うときあるんだよな。敵を倒す前にキサラを倒すのやめてよ。今回の連携もバッチリだったな。連携、何を合図にしてるの？そんなの勘だよ勘。ここだってとこにドカンと一発決めるだけだって。たまに拳がかすめることがあるのはそのせいか。よっしゃ、灼熱のバーンストライク。今回も連携がうまくあったわね。ああ連携攻撃はもう体が覚えてるからな。そうだ、弾の高さをもっと高くすれば威力が増すんじゃ。い今のままでいいんじゃねえかな。二人もお互いのことを信じてるの？今の技のこと？そうね、出ないと難しいわ。改めて言われると結構むずかゆいもんがあるけどな。ああ決めたまえ。やりましたね、ティオハリム。君との競争は心地が良いな。いささか物騒な調べではありましたが、共演者によって異なる趣が見られ興味深いところだな。レナの鋭とダナの家来。それは昔の話だ、今は違う。ほう、ならば今の我々は仲間です。仲間、小物に手段は昇波中央陣。二人はどうしてそこまで仲良くなれたの？敵同士のはずがという意味かね。実際最初は立場上そうだった。その立場ってのを抜きにすればお互い信じられると思えたんだ。みんなその立場を気にする。どうしたらいいのかわからない。さすがとしか言いようがないな、ティオハリム。君にも同じ言葉を送るがね。じゃあお互いの手柄ってことにするか。もう褒め合うのは後にして。来たら使用バッテンジン。いい連携だったな。ところで一ついいか？水臭い、何でも言ってくれ。船の上はともかくさっきみたいに回転しても良いはしないんだな。今まで気づかずにいられたのに。今の技どうやって作ったの？そう言われると。アルフェン覚えているか？戦いの中で無我夢中で繰り出したら自然と生まれたとかだったような。それも仲間だからできること。ティオハリム吹き飛べ。うまくいったな大将。ここで一句。尊きは友と奏でる。え、あ、け、蹴りまくりの朝。うん、まずは句の表紙を読み取るところから始めようか。相変わらず見事な身のこなしだな。君こそさすがとしか言いようのない俊敏な動きだったな。おお、そう言われちゃ次も頑張るしかねえな。性格も年齢も違う、違ってても友達になれるんだ。一番大事なのは価値観だ。年や性格はさして重要ではない。そうそう、あと趣味とかもな、さっぱり分からなくてもやっていけるぜ。できるかな。みんなよ、勝負先行か。やったね、ロー。俺たちにかかればこんなもんだぜ。フォルフォルロー。
ルに褒められちゃった。素手で殴って痛くないんだ。鍛えてっからな。見たいか俺の拳。やめときなよ、筋肉が映るよ。俺は毒かなんかかよ。緑の刹那、一気に終わらせるわ。行きなさい、アドレビートオブリア。ジュミナイアクフェロックスソル。思い知ったよね。ああ、我々は何度も思い知っている。あの攻撃をした後の食費のかさみようをね。言いがかりよ。ムジカで任せてよ。これでどうだ。ガンラリー追求。ドアの水獄に刹那の滅光。アクエリアスダメネーション。魔法使いリンウェルにお任せあれ。やっぱりなし。今のなし。ガローフォーカぶっ潰してやる。人類漏洩核。浮かせ今だ。へらー、俺は鳥になる。フレンフェイクショー。見たか俺の技。やるじゃないか。素手での立ち合いは遠慮したいくらいだ。うん、見ていてわかるぞ。たゆまぬ鍛錬の賜物だな。まだまだ伸びしろだらけだから期待してろよ。テンペスタ味わうがいい。大地の鼓動イミニティエクスキュー。未来への態度、私は過去を断ち切る。アバタルスペルディア。少々大人気がなかったかね。手加減をして倒しきれなくても困りますよ。その通りだな。これからも全力で行かせてもらおう。天空レッド、まとめて片付ける。はっ、成功。喝采壁こうばっかり。先行バッファーで叩きのめ、まだのめ、さらにのめ。それがファイナルプレイヤー。どう、今の私の技採点してみるか。くっそ、満点だよ。よし、今度は俺の番だ。なんでそう張り合おうとするかな。ローの意地だ。見守ってやるのだな。真空超エンジン切り開く。はっ、支援症かい。いけるぞ、燃やし尽くす。着炎炉コブラ。これが俺とシオンの力だ。あなたに力を託したこと良かったと思っているわ。これからもそう思ってもらえるように進むさ。ええ、一緒にね。